ともくんともくん、この猫が2020年いくら稼いだか知ってる？ん？タレント猫かなんかかな？1000万円ぐらい？ふん、桁が違うんだな。この猫コビーって言うんだけど、2020年に約5億4000万円稼いだって言われているよ。映画にでも出たの？この猫はイギリスで有名なインフルエンサーの猫なんだよ。キャットフードのイメージキャラクターとか、献血のイメージキャラクターも務めたりしているんだよ。We're actually plotting to save you. Not enough people are giving blood. インフルエンサーって人間だけじゃないんだ。日本にもポメラニアの俊介くんとかいるよね。今の時代、動物もインフルエンサーになることが可能なんだよ。コビーは鏡を見たり、自分がどんなに可愛いか知っているかのような振る舞いをしていたんだって。それを見た飼い主さんが SNS にコビーの写真を載せたところ、瞬く間にバズったんだよ。コビーのアニメを作る人やタトゥーを入れる人まで出てきたの。コビーのこの黒いアイラインが人の心を捉えて離せなかったんだね。コビーのアイラインをイメージして作られた化粧品まで出てきたんだよ。 SNS の力ってすごいね。確かにこんなに特徴的なアイラインを持つ猫っていないかも。本当だよね。最初は趣味の一環としてコビーの写真を SNS に載せたから始まったことでも、今では立派なタレント猫だもんね。飼い主さんは高級フードやキャットタワー、思いつく限りの贅沢をコビーにさせているみたいだよ。そして決してコビーに無理強いをさせないことをモットーにしているんだって。すごいな、綺麗って得だね、動物でも人間でも。本当に羨ましいよ、美人に生まれたかった。ということで今回はアイラインが特徴的な猫コビーについてだったよ。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またねー。